はい、皆さんこんにちは。ターバラチャンネルのターです。ナビです。いつもご視聴チャンネル登録、本当にありがとうございます。ターバラチャンネルでは、初心者の方、これからバラを始めてみたい方、向けに分かりやすく丁寧な動画配信を心がけています。少しでも皆様のお役に立てるよう頑張っていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ターバさん、今日のテーマは何でしょう？今日のテーマですね、強剪定になりますね。殿堂入りのバラ、アイスバーグ、フロリバンダになります。はい、アイスバーグはですね、枝をたくさんたくさん残してお花をたくさん咲かせたいなというようなね、強剪定になっております。それではお庭の方行ってみましょう。レッツゴー。はい、こちらね、殿堂入りのバラですね。アイスバーグ、フロリバンダになりますね。枝数イコール花数なんでね、強剪定に関しては枝数をね、なるべく多く多く残した強剪定になると思います。でこちらもですね、まずはね、仮剪定上3分の1の方をねカットしていきたいなというふうに思います。こちらのアイスバーグはね、お花が中輪と、なんで枝の太さっていうのは割り箸の先ぐらいのね、枝の太さがあればお花が咲くという感じになるんでね、目安は割り箸の先と。それではね、まず仮剪定で上の3分の1をね、剪定の方していきたいと思います。はい、まあこう見てもらうとね、枝がごっちゃ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 してて、まあ一体どうしたらいいだというふうにね、思いますね。私も今撮影する前にいろいろ考えてましたけどね、もう考えてもダメだなと思いましてね、まず3分の1上をね、仮剪定、枝数を減らしてね、考えていこうかなというふうに思うんでね、どん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 、切っていきたいと思います。仮剪定といっても悩みますね。まあだいたい3分の1、まあ必要ないんでね、どっちみち半分ぐらいに、切ってしまうんでね、まあ、とにかく3分の1カットという感じにね、していきますね。まあ、まずは枝数を減らして、まあ、ザク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 で3分の1上をね、切っていくという感じで分かりやすくなるかなというふうに思いますね。仮剪定終わりました。3分の1カットすることでね、分かりやすくなりましたね。だいぶ枝数もね、減りまして、うん、見やすく見やすくなりましたね。まずはですね、細枝、割り箸の先よりも細枝っていうのはね、お花がつかないんで、そちらの方剪定と、あとはですね、枯れた枝と、あとはね、混み合った枝っていうのもね、剪定していきたいと思います。それではね、株元の方見ていきましょう。はい、こちらね、株元になりますね。こちらの枝はですね、去年出てきたベーサルシュートで、この奥ですね、この奥も、去年出てきたベーサルシュートなんで、計2本ね、去年はベーサルシュートが出てきたと。でこちらの枝はですね、一昨年の枝という感じになりますね。一昨年ね、こちら新苗で購入したんでね、要はこの枝1本だけだったっていうことですね。で去年この2本がね、ベーサルシュート出てきてくれたという感じのね、状態になっております。でまずはですね、枯れた枝と細枝のをね、順々に切っていくんですけどね、まあ、まずは混み合った枝ですね。こちらのベーサルシュート、去年出てきたベーサルシュートと、こちらの枝ですね、こちらの枝見てもらうとね、ここでね、重なってしまってると。重なってるとね、葉っぱが展開してきた時にね、病害虫のね、原因になって、まあ、風通しも悪くなりますんでね、もうこういった枝はですね、まあ、少しもったいないかなというふうに思いますけどね、剪定していきたいと思います。枝をね、減らすことで、新しいね、ベーサルシュート、今年ね、出てきてくれるといいかなと。でまあこういったね、枯れた枝ですね、もう綺麗に取っていくとっていう感じでね、一本一本枝の方ね、見ていきたいと思います。はい、それではね、枝の方ね、どん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 切っていきます。でフロリバンダなんでね、枝数イコール花数という感じなんで、なるべくね、枝を残すことで、お花の方がね、たくさん咲くと。で内目外目、今回もね、まあ、枝をね、伸ばしたい方向を考えてですね、切っていきたいと思います。それではね、一昨年の枝から見ていきましょう。ここからね、サイドシュート伸びてきてますね。ここが外目なんでね、ここで切ります。でこちらの枝、ここがね、外目なんで、ここで切ります。5ミリから1センチ上を水平に切ると。で、ここでね、分岐してて、でこちらの枝はね、そんなに、まあ、割り箸の先ぐらいはありますけどね、まあ、あまりいい枝じゃないなと、うん、なんでもうこういった場合はね、もうここで、ね、切っちゃいます。で、こちらの枝ですね、ずーっと見ていくとね、ここで分岐してますよね。フロリバンダ、枝数がね、多い方がたくさんお花を咲くという感じなんでね、こういったこの Y 字になっているところの下で切っちゃうとね、ここからツーッと伸びてきてお花が咲くと。この Y 字の上だね、要はここだったり、
こだったりできると、こっちの枝からもお花が咲いて、こっちのね枝からもお花が咲くと、この分岐しているところの上でね切ってあげると花数はねだいぶ増えると思います。うん、ここは外芽だね。でこちらも外芽と、もうとにかく枝をねなるべく残してあげることで、フロリバンダというのはねたくさんお花をつけるという感じになりますね。はい、それではねこちらの枝見ていきましょう。ここで分岐しますね。ここで分岐して、分岐してますね。たくさん分岐しております。この枝はね芽の位置を考えて、これだけね枝数があると、まあ、どちらに向かってもうーんという感じなんでね、もうとにかくこちらが外芽ですね。ここで切ります。で、こちらの枝ですね、こちらはここ外芽で切ります。でずーっと伸びてきて、ここでね分岐してますね。でここは内芽ですね。ここで切ります。ここで切ることでねずーっとこっちに内側に伸びていきますけどね、ここを、外芽で切ってしまうとね、こちら駐車場になってるんでね、あんまり外に出したくないなという感じなんで、ここはね内芽で切りました。で、この枝見ましょう。この枝はねちょっとこの枝は少し細いですね。割り箸の先よりも細いんで切ります。でずーっと伸びてきて、で、ここでね分岐してますね。でここ外芽で、こちらのねこの枝は細いんでね、ここで切ります。これで OK ですね。こんな感じになりましたね。でこの奥の枝ね、こっちツーッと伸びてきて、これは細いですね。切ります。もう細い、切ります。でここで、分岐しますね。分岐してるんでこの Y 字の上ですね。で剪定と、そうすることで花数が増えますね。ここで Y 字してるんで、ここで伸びて花が咲くと、でこちらでもねずーっと伸びて花が咲くという感じになりますね。で少し切ったらねこう引いてね、どんな感じかなというふうにね見てあげるといいかなというふうに思います。で去年出たねこちらのベーサルシュートのもね切っていきたいと思いますけどね、勢いのある枝っていうのはね一昨年の枝よりもね若干低めに剪定してあげることでね、株全体にね栄養の方が行き渡るんでね、まあ、若干ですけど、低めにね剪定してあげるといいかなというふうに思いますね。ここであれですね、3つに分かれてますね。どんどん切っていきましょう。でこの枝は、またここでね Y 字になってるんで、この Y になった上ですね、で剪定してあげると花数が増えると、こんな感じですね。で OK かなというふうに思います。一回ね引いてみてみましょう。はい、今ねこういった感じですね。だいぶね枝の方もすっきりしましたね。いい感じじゃないですかね。こういった感じでねどんどん切っていきたいと思います。はい、強剪定のね終わりましたね。見てもらうと約ね半分ぐらいの高さに切りましたね。まあ枝の方もね、混み合ってなくて、だいぶね枝の方も減らしたんでね、今年またベーサルシュートのがね出てきてくれるといいかなというふうに思います。まあ、フロリバンダの強剪定ですけどね、まあ、こういった感じで分岐したところの上で、分岐しているところの上、うん、ここもそうだね。分岐したところの上で切ってあげることでね花数が増えますんでね、もうとにかく切り方がそうですよね。こう分岐したところの上でね切っているような感じのね強剪定になっております。はい、これでねフロリバンダ殿堂入りのねアイスバーグの強剪定の方終わりたいなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。